はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。おさかなくんです。さあ、本日なんですが、石化の光というこの宇宙最強ドローカードが、なんと3枚使えるように戻ってきまして、これだいぶね、昔にね、なんか怪獣かぐやとかが流行ってた時に、石化の光が純正限になってからずっと純正限のまんまで、最近これ3枚使っていいですよっていう感じで、リミットレギュレーションで変更があったんですよ。で、まあ、石化の光っていうカードがどういうカードかっていうと、もう強烈な縛りが入るんですね。このカードの発動後、このデュエル中に自分は、石化の光以外の魔法トラップカードを一切発動ができないっていう縛りが入っちゃって、まあ、その代わりに、墓地に、魔法トラップが存在しなければ2枚ドローできるっていう効果があるから、まあ、強欲な壺的なね、ことができるんですけども、これをですね、うまいこと使いこなせるデッキっていうのはもうほぼフルモンで回るみたいなデッキなんですよ。で、フルモンと聞いた皆さん何を思い浮かべるかちょっとわかんないんですけども、昔はね、怪獣かぐやみたいなデッキが流行ってて、で、それに石化の光を入れてたんですけども、使ってみた結果、ね、弱いね。怪獣かぐや系のデッキなんかちょっとあんま、この先行強すぎ環境であんまやっぱ強くなくて、で、まあ、やっぱ、石化の光使うと言ってもやっぱり後手じゃなくて先行取って、普通に戦えるデッキがいいんじゃないかと思って、いろいろ考えた結果、今回お魚デッキに入れました。あのね、お魚デッキってほぼフルモンで組めるんですね。ほぼっていうかフルモンで組めるんですね。まあ、お魚自分たちのモンスターの効果だけで展開していって、で、展開に魔法トラップを一切使わなくても、盤面が形成できるっていう、のが、まあ、特徴としてあるので、石化の光入れても大丈夫っていう。まあ、その代わり、その墓穴とか、抹殺とかっていう、まあ、こういうね、誘発を弾くみたいなカードが、採用しづらくなっちゃうので、まあ、例えば、まあ、頑張ってドローランズのロックバードで、なんか、強引に止めていったりとか、まあ、裏られ入れたりとか、まあ、そんな感じで、相手の、まあ、増獣とかを弾いていくような感じの、イメージをして組んでます。で、新規カードで言うと、石化の光は、まあ、もともとあったカードなんで、これ、まあ、いいとして、これ、ハープナーですね。フィッシュボーグハープナー。これ、レガシーパックに、追加されてまして、これ。このカード結構強いです。まあ、相手の、相手じゃない、手札のこのカードと、手札の水属性を相手に見せて自慢して、その中の一体を特殊化して、もう一枚を捨てると。だから、例えばですね、いきなりシーラカンス出すっていうこともできます。まあこれがワンチャン決まるなと思って、これ3積みしました、今回は。で、フィッシュボーグハープナー、シーラカンスコンボとか、あとはまあ、前回の、ゴーティスデッキで採用したこの、ホワイトサーディンですね。このモンスターも召喚権を使うのにモンスターを展開できますんで、この辺とかと合わせて、6シンクロをして、アリオンポスにつなげて、まあ、サイクスから、まあ、シーラカンスみたいな動き。で、手札にシーラカンスさえ引き込めれば、モンスター、水属性のモンスター2体並べや、一応アビスオーパーから、こっちを展開できるなと思ったので、まあ、今回3積みして、なんか強引に水属性2体並べてアビスオーパーから展開していくっていうムーブも、狙っております。まあ、なので、まあ、ホワイトサーディンとかが入ってるって感じですかね。まあ、あとは、基本的にその普通の、なんだ、ホワイトオーラゴーティスデッキ、みたいな動きをしていけば、まあ、展開できるので、まあ、ちょっと、対戦見ていただければどんな感じで動かしていくのかわかると思うんで、早速ね、見ていただければなと思います。やっていきましょう。石化の光、ちょっと、なんか、他にもこういうデッキと使ったら強いかもしれませんみたいなのがあれば、よかったらコメントしてください。はい。デュエル、スタンバイ。よし、イワシは来た。石化も来ている。とりあえず、うららだけは踏めそうだな。さあ、サーディンの効果。サーディンを墓地送って、特殊召喚。よし。そして、石化の光を発動。石化の光によってカードを2枚ドロー。つえって、弱え引いたカード弱。ちょっと引いたカード弱すぎ笑ったなんですけど、ちょっとグリーディスさん、ちょっと一回どっか行ってもらっていいですか。微妙。あまりにも微妙だな、これ。どうしようかな。ホワイトサーディンからの、まあ、一体このアビスオーパー行くしかないですね、これ。はい。ドヤ顔で爆弾させます。アビスオーパーで、手札の、お魚を特殊召喚して、お魚を、なんか意外といけそうじゃないこれ。なんか相手ランモロスと、ちょっと2ミリだけマジでやめて。で、超古代、超古深海洋シーラカンスの効果。手札はじゃあぶん投げることによって、デッキから好きなだけお魚を特殊召喚。強え。強え。魚を食べると頭一旦ちょっとね、これで一旦ギュミル出しまして、ギュミルパイセン出しまして、ういギュイーかわいい。
そして、グリーディスの効果一応打点上げます。で、一旦6シンクロアリオンポスいっていいかな。まあ、ちょっとこれイルカでも、イルカっていうかまあクジラか、クジラでも強いと思うんだけど、いっぱいアリオンポスに触っておいて、で、レベル6のやつ、持ってきたいんで、そっちのムーブでいきましょう。で、ゴーツの大蛇アリオンポスちゃんの効果によって、まあ、オボロキーフさんでいいですかね。オボロキーフ除外しておきましょう。これ次のスタンバイフェーズに戻ってくるんでね。で、一旦ドラガイとパイセンを出しまして、よいしょ、まあ、これだいぶね、相手のターンではめちゃくちゃな動きできるんで結構強いんじゃないかと思いますけども、アリオンポスさんの効果によって自分の墓地の、モンスターを除外しておくと、自分の、デッキからお魚をサーチすることができる、まあ、これ釣り上げるってことですね。これ釣り上げることができるということですね。はい。で、自分の、フィールド上に水属性がいるのでサメ出して、これマジでお魚、マジでお魚デッキだな。これお魚、お魚の共演でさ、とりあえずお魚連発できるの結構楽しいね。でクラゲも出して、ザ水族館来た。で、シフの効果で魚族の打点上げながら自分除外しておいて、これだいぶ強いんじゃね。でデッドリーフの効果使って戻してワンドローもしておくと、あまりに強い。これあまりに強いな。ちょっと待ってくれ、これこうしとこう。これ全部戻してもいいかもしんないね。これ引いたら強いしな。こうしよう。イワシとイワシとイワシを、ゴンビャクからデッキに返して、あーなるほど、まあ今関係ないね。まあこんなもんかな。とりあえずこれでエンドさせていただきましょう。でスタンバイフェーズになんかいっぱいモンスターが出てくるよという話ですね。で、シフさんの効果で戻ってきて、ちなみに相手のターンの増持もまあまあ重いんでよろしくお願いします。ゴーテスってさ、元からさ相手のターンのさ、相手ターンっていうか、まあ自分から見て相手のターン、相手は自分のターンなんだけどの時の合金か。なるほど、これね止めた方がいいね。さすがに、さすがにちょっと2枚ドローやばいね。なんだろうな、合金粛清とかラベリンスとか最近だと、まあ、メタビっていう可能性あるかっていうパターンあるんだけど、相手のターンのね、増殖する G でめっちゃドローされるんですよ。あ、粛清か、 OK、 サフィラ OK、 止めようない。サフィラ除外しちゃうかこれ。これちなみにエジルギミルの、効果適用されればもうあと除外も破壊もできないので、まあ、体勢的には結構強いですね僕のモンスターは。で相手のターンに一応重心クロができるのと、あとクラゲがいるという話なんですけど、あんまりでもあのデッキ効かねえかな意外と。このクラゲの妨害と、まあ、除外の妨害は効きそう。めっちゃ最果てのゴーティス出しに行きたい。熟成のになる OK。 あとはそのアイスのそのガーディアンの、妨害が残ってしまうときついが、まあ、増持は通したい。エフェクトベイラーもある。いや手札多いな。粛清ってさ、うまい人が使うとめっちゃ強いと思うんですけど、やっぱそのザコが使うとザコ並みに弱くなるから、結構使い手によってパワーが割とその差が出るテーマなのかなっていうふうには思いましたね最近。この粛清の、あーかっこいい、粛清を触っていて、はい。でローガーディアンの効果とこれはこいつがどっか行くと、ローガーディアンがまた出てきちゃうから、ちょめんどくせえなこれ。このさ祈りの子がめんどくせえんだよこれ。どうしよう、これちょっとさ一回さ除外して祈り出させて、でアリオンポス回収、アリオンポス回収で、ローガーディアン、あ、サウラビス出てきて OK、 サウラビス OK、 対象を取ったので一応それはここスルーして出てくる。でキーフの効果無効になりました。ローガーディアンの効果起動されます。で祈り手出てきちゃう、はい。で出てきちゃった、めんどくさすぎる。ここちょっと待ってくださいね。
猛毒四方ステルスクラーゲンぶち込む、無効って言われるエフェクトベーラー撃つ、こうだね。でこうしてでここ撃つしかないじゃん多分。ローさんはこれ無効って言うしかないよね。大きそうだね。で無効って言うで、もうさすがに手数出ないでしょ。そしたらこれここまず一回スルーさせておいて、はいはい、おいいよ、今のところいい、今のところ計画通り、一応俺の脳内では。で置かれたました。で猛毒死をしてるスクラーゲンさんの効果起動します。粛清なる守護者ローガーディアンを爆破します。まあこれどっちもいいか。これさ、こっち破壊して出させよ、こっち破壊します。2050ダメージ強い、2050ダメージ強い。でこれで出てきますと、祈りの方が使うよな。あ、結界の効果、なるほど、結界効果なんだっけ、儀式するみたいな効果ね。ああ、おい、いいよいいよ、サグラビスか、サグラビス出てくる、 OK。 はい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 、ジジイね、ジジイサグラビスの方ね。あ、 OK、 ジジイ出てくるのもいいわ。あれなんか祈りってさ、あれだっけ、なんか発動してないっけ、なんか祈りの効果、なんか儀式離れるとなんか儀式できますみたいな効果あった気がするんだけど、まあいいや。で、まあ、この状態でぶん殴ってくる感じか。あー、オッケー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 、じゃあね、必殺技を使います私で。これサグラビスの効果でなんか出てきても大丈夫、もう効果使ってるから。ローガーディアンはあれ名称と地底探知だからもう関係なくて、でまあ、ジジイが変身するかしないかのこのチェーンだよね。でジジイが変身してもしなくても多分どっちでも関係なくて、必殺技を出します。お魚流必殺技、うお、お魚神拳奥義あらあれ、最果てのゴーです。バックターンフィールドカード全部除外、飛ぼうぜ、一緒に一緒に飛ぼうぜ強い、最強。さあ、ありえない量のモンスター飛んでいく。あ、オットアイズペンディラムグラフドラゴン来た。あ、いいよ、了解。オットアイズペンディラムグラフドラゴン、ペンディラム戦セッティングして、エンドフェイズに儀式魔法サーチとなんか、サーチがある。はい、まあ、それはいい。エンドフェイズに儀式サーチして自分が戻りますよみたいな効果あって、はい、オッケー。はい、あ、全然いいよ、オッケー、大丈夫、任せろ。お魚どっか行ったけどスタンバイフェイズ全員蘇ってくるから、いけ、最果てのゴーティス爆弾。キュイー、ちなみになんか、あんまり G 飛んできてないですよ、このデュエル。ゾウ G 止める手段が、墓穴とか抹殺言い合えなくて、セッカの方だと。なんで、泥場と、なんか、裏らで頑張ってます、今。とりあえず、セッカ使うか。脳死で、一回撃ちます。弱えな弱えな、なんか、弱えな。まあでも、ね、引いたカード弱くてもセッカーの光で戻せばいいみたいな説はあるんでね、このデッキ。はい、もういらねえわ、獣、獣ちょっと帰れ。あ、ハーブラ来た、いいよ。で、あとちょっと頑張って打点出せばいいんだな。フィッシュボグハーブラの効果で、サーディンを見せつけて自慢して、で見せた方のどっちか出してどっちか捨てる。で、アリオンポス出す、ガチでやばい、時間ない。でアリオンパス出す、効果発動する、はい、で除外する、2100と4000で、あともうちょいだな、もうあと2000くらい出せばいい。ちょっと待って、サイクス除外で、サイクス効果、ちょっと待ってくださいね、ペイシス除外して、で特殊召喚これでいったか。で、サイクス効果、サイクス効果、なんかデッキからアビスシャーク持ってくる、でなんか除外する。てか待って、よく見たらあいつ5950しかないやん。いや、殴ったら勝てそう、ちょっと待って全然相手のライフ見てなかったくさ。バトルフェーズいきます、バトル残り30秒、危ない、ちょっとゴーティスむずいって、除外ゾーンぐるぐるしすぎて結構むずいな、このデッキ。チューナーしかおらんこういう時のためにせっかくの光はあるんだ、頼む、通してくれ、よし、取った、なんかギリ取った、ギリ通ったけども、ちょっと待って、これさすがに弱いな。せっかくの光打つしっかりちょっとやりようないです、すいません、まあ、これ通していただいていいですか。ちょ、なんかあんだよ、まあ、G かな、この感じ、まあ、ちょっとこれさすがにこの感じ G かなと思うんだけど、どう、
あ、アングラね、なるほど。じゃあですね、ちょっと待ってくださいね。一旦ちょっとお魚出しに行きますね。アングラ、これシチューなの出した方がいいね、これね。多分これちょっと一回パープラじゃない方出すわ。あー、まあそうだよね、オッケー。まあ、そこは幼女大好物なんで、ゴキブリ、主食ゴキブリなんで、食べさせてもらって、フキュ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 って言って食べさせてもらって、ほんでこっからちょっと妨害が何があるかって話なんですけど、アングラー出します。はい。で、シフ召喚は、あ、なんもなそう。アリオンポスシンクロはどう？アリオンポスしかないね。これちょっとお魚天国とか言ってるけど、お魚足んねえな、これ。ちょっと待って、お魚が足んねえ。で、アリオンポス、効果発動。ちょっと待って、これお魚、肝心のお魚これ足んねえな。ちょっと一応サイクス行くしかないか。で、サイクス効果発動します。シフ除外しておいて自分特殊召喚します。で、効果発動して、ちょっと待ってね、これね、お魚持ってきても意味ないから、これピーシス持ってきて除外しといて、相手のターンで8進行2回がいいかな。これね、あのシーラカーズ持ってきてもシーラカーズ出せないんですよね。なんで、これ持ってきたらそのまま除外しといて、これで、相手のターンに8進行2回ぶち込むっていう、まあ、そういうスタイルでいきましょう。はい。あんまり展開伸びんかったけど、まあ頑張るわ。言うてさ、あのエフェクトメーラー込みで3妨害ぐらいあるから一応ね。で、シフ効果発動したい。いやー、危ない。ちょっと本当にね、増殖する G ね、相手のターンでの増殖する G もマジ重いんだよね。これ無限保養かなんかあんね、多分。か速攻魔法か、か速攻魔法どっちか、墓穴とか無限保養とかそっち系なんじゃねえかな。ちなみにこのデッキ無限法要にもめっちゃ弱くてあー、春化粧ね。なるほど、これ懐かしいな、春化粧じゃん。持続性モンスターの効果しか使えなくなるんですけど、まあ、展開力が上がると、手札ぶん投げて、まあ、ウララ食らうと結構きついって話あるんですけど、はい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 。でスティングバグ特殊召喚されました。スティングバグナシュル春化粧みたいなデッキかな。あ、強えな、あ、強えな。そう、強えな。ムドラ、これ、もしかしてあれか、墓守の罠入ってる。あー、なるほど。墓守の罠入ってるやつ。やるやんけ。ボッチリソース結構使うんでね、これムドラ切ると意外とうざいですね。あ、やっぱ墓穴か、なるほど。墓穴を、ぶん投げて、あ、ベーラ持ってくる。いいよ。了承。了承です。はい。で、オカメブ、オッケー。これ、これ以降、地属性のモンスターの効果しかつかないから。うん。これさ、8からの10できたらもう勝ちなんじゃねえかな。で、ナエカスからの、特殊。これさ、多分さ、まあ、ベーラはいいわ。で、ベーラはいい。で、ベーラはもうやばいから、ベーラやばいのよ。とにかくベーラはやばいのよ。なんか、あ、こっちのモンスターパクってくんのよ、なんか。で、地属性、お前地属性なって認定してくるから。クジラじゃね？クジラだろ。で、アリオンポスって言って、ムドラ使わせるか。で、ホワイトオーラ、ホエールさんの効果発動。攻撃表示のモンスターを全部パー。相手のフィールド上の。で、アリオンポスは、自分の墓地から除外することによって、除外した、モンスターのレベル以下のお魚をサーチ。さあどうする、飛ぶかこれなかなか鬱陶しい妨害ではあるぞ。攻撃表示全部殺されるからな。あ、ムドラ OK。 お魚デッキ相手だとね、結構ね、攻撃表示出すとこのね、クジラが飛んでくるんで、フリーチェーンで。そうするとね、全部破されるんですよね、相手のフィールド上のモンスター。これ結構注意していただきたい、ぜひ。さあムドラの効果いいだろう。そろそろね、この動画いつ公開するか分かんないけど、なんかそろそろなんかその、水属性と風属性しか使えないみたいな、なんかお魚、なんか鳥、御用達デッキ、活躍するなんかイベントみたいなやつが出るらしいから、それとかにもね、使えるんじゃねえかなって。あ、うおー、来た。6？ いや、これ言うとさ、ここでさ、もうさ、全部吹き出しちゃうんじゃないの。必殺技いきまーす。アルティメット必殺技いきまーす。全リソースそぎまーす。レベル8のクジラにレベル2のシフをチューニングし、あらあれよ、最派手のガウテスバックタコガゾ、うおら、すべてのカードをゲームから除外クラエッツサイクスの効果発動。
ペイシスを除外してカードを回収。さあどうする。よしで特殊召喚からのサイクスの効果を発動。これによってサイクスこれ持ってきてね、ちょっとね除外しなきゃいけない時があるのでうざいですね。これコストがない時パターンあるんでね、墓地から除外させてほしかったんですよ、これね。サイクスコストと効果で墓地から除外させてほしかったっていう説もあります。で最果てのゴーツが帰ってきますよ。あとこのチェーンは多分これケルトなので、ゴーティス2500かで、ペイシス、まあ、あと打点を作りゃまあいいか。相手のリソースはもうケルドしかないんで、で、キーフの効果でさらに出てくる。 OK でとりあえずちょっと一回脳死で2枚ドローしますね。よこっから2枚ドローっすよ。ああいいじゃんいいよ。でペイシスの効果使って自分吹き飛んで、でゴーティスの打点を上げながら手札から、ハープナーが出てきて、でさらにハープナーとヘビー出して、でよいしょ、でヘビーで除外して、さあこのねボチリソースを使わずに除外で動かしていけば多分相手何にもできないと思うの でこれこうしまして、でこれでさらに自分の墓地から、カード除外して回収してOK どんどん最果てのゴーチの打点が上がっていく。ケルドーという墓地メタも大丈夫それそれやると最果てのゴーチの打点上がるけど、ああシグはあれなのね、効果は使わせてくれないのね。あ OK いいよ全然いいっす。じゃあ勝ちからこれ、はい、でこれでスノーピオス持ってきて、でスノーピオス効果発動して、これコストあるよな。いやこれリーフかリーフ召喚して、でシフ、落としてこうだね。でシフ効果で除外して打点上げて、これでいったかな。さあお魚天国必殺魚魚魚魚打点1万、魚も食べると頭が良くなる。大事なでした、カルシウム不足補っておいたで。うわー石化の光でなんとかなる。これ意外と誘発入ってるんだけどな、なんか結構枚数はまあフルモンなんで誘発の枚数自体はまあまあ入ってるんですけど、普通に何も引けないパターンもありますね。そこはしょうがないといったところなんですが、まあ、ゼンマイゼンマイティゼンマイティ、やばい世界終わった可能性あるこれ。やばいお母さん、レベル4のモンスターが4体並んじゃった。お母さんやばいよ、改ざん機だよ、改ざん機来た。何サーチ、いやまあそこまではいるそう。一体何をサーチするんだ。俺ターン回ってきますね、ターン回ってきないですか、わかんないっす、ね、ライフアック、何よくわからないけどなんか宇宙が巻き起こっているっていうことだけわかるわ。デストロイミアイブルーシャン来た、レックリングちゃん来た。カキモンスターで、かなり珍しい召喚ムービーがあるモンスターですね。ポン出しして、召喚ムービーがあるカキモンスターなかなかいないんで、イブリスちゃんとあとあいつくらいなんじゃね、なんだっけバルモニカの巻き髪女くらいなんじゃねえかな、カキモンスターなんかいたっけ他に。うわこれコーディネラルとかいうモンスターのリンク先にイブリース送りつけられた時点でもうなんかやばいことしか起きないんだけど、ライフハック、あうわワイズストリックスとかいうガチでやばいやつ来る、やばすぎる、ソウルシェイブフォース来ちゃう、なんか死にそうだな、なんか死にそうだな、すごい死にそうなんだけど、バレルソードドラゴン、どういうこと、バレルソードドラゴンどうぞ、はい、でソウルシェイフォース発動、自分の墓地のランク4蘇生してランク2個上げれますよ、だからランク6ですね。ベアトルチェが出すのかこれ、じゃあね、アートランタルか、やばい、ちょライフ半分は来た、ライフ半分はナンバーズいる、ナンバーズおる、あーいるね、ナンバーズいる、ライフ半分はやばい、ちょっと待ってやばい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 、ライフ半分マンでライフが4000になる、はい、でスリーキュンの必殺技でこっちのライフが半分になってしまった。
マシュマック、あー、やばい。